IBM 1130計算システムの操作宅。後ろに IBM 1 4 4 2カード読み取り、先行装置 IBM 1130計算システムは、IBM 社が1965年に発表した科学計算用の小型コンピューターで、IBM システム360に使われた最新のソリッドロジックテクノロジーを利用しているにもかかわらず、 比較的低価格で日本も含めた世界中で広く使われた IBM1620 の後継機種にあたる IBM1130 計算システムは IBM 社が1965年に発表した科学計算用の小型コンピューターであった IBM システム360に使われた最新のソリッドロジックテクノロジーを利用している IBM 1620の後継機種にあたり、プロセス制御用機能を搭載して、IBM 1800のベースにもなった。機種構成は次の通り。IBM 1130システムは、コンピューター内部では16ビットのワードマシンであった。プログラミング言語は、アセンブリ言語のアセンブラーと高級言語のフォートランが、標準で用意されていて、ユーザーが制作した、フォース、リスプ、 GPSS などの IBM のユーザー団体のシェアなどに登録のある開発言語アプリケーションプログラムを IBM が代行配布をしていた。最新の技術を使っているにもかかわらず比較的低価格で日本も含めた世界中で大学、研究所、工場現場などで広く使われた。ありがとうございます。